君のように計画ばかりして一向実行しない男と旅行してるとどこもかしこも見損なってしまう。それこそいい迷惑だ。君のようにそう無茶に飛び出されても相手は迷惑だ。第一、人を連れ出しておきながら、例えば叡山に登った時でもだ。どこから登ってどこを見て通りのかはまるで見当がつかなかったじゃない。何の京都の旅ぐらいに計画も何も言ったものか。執行しなければやり直すだろう。君のように余計なことを考えてる間に何遍でもやり直しができる。なるほど。君の外交官試験もそれでいくか。何遍の気でした？3遍か。バカを申せ。じゃあ2遍か。ちゃんと知ってるくせに。バカりながら落第はこれでたった1遍だ。一度受けて1遍だから、これから先何遍やるかわからないとなと俺も少々心細い。時にどうだ、腹は減らんか。そうだな、食堂は空いてるかな。似合うな。うん、こだまってる。みんな働く会見別に行くんだろう。おい、つまずくて危ないぞ。おまけといたしまして、今一点桃太郎を添えました。教育になって面白くよくわかるという絵本でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それだけではございません。大人のお土産といたしまして、皆様すでにご承知のこの度東京は上野公園に開催されておりますところの東京官業博覧会の絵はがきをお添えいたします。いながらにして博覧会の見物ができるという、ぜひとも向こう三軒両隣おじいさんおばあさんお孫さんにも持って帰っていただきたいのです。お早いがちでございます。ご入場の方はご活発にどうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうだね。まだ食べたくないの。うん。ご飯が少し冷えてますね。うん。お茶でも上がったら。うん。どうもよくあるね。これで何で会うかな。宿の前と話は。京都のステーションでは会わなかったけどな。1遍、2遍、3遍と。何でも3遍ばかり会ってるから。小説ならこれが縁になって事件が発展するところだがね。これならまあ無事らしい。いや、このくらい合うんだからこれから先どう関係がつかないか限らない。お前が京都へ来たのはいくつの時だ。学校辞めてすぐですから、ちょうど16の春でしょ。うん、すると今年でなんだね、5年になる。はい、なんだな、ついこの間のように思って。来た時嵐山へ連れてっていただいたでしょ。亡くなったお母さんと、それから小野さんも一緒に。なるほど。あの時分は小野がおったな。お母さんも平和だった。君のことわからんものはないな。小野も変わったろ。もう5年も会わんのだからな。でもお丈夫だから結構ですわ。そうそう、京都行ってから大変丈夫になった。来たては随分青い顔をしていたね。とにかく卒業の成績も優等で、インド系は頂戴です。まあ結構だ。いや、人の世話はするもんだ。ああいう性質のいい男でもそのまま放っておいたらそれっきりどこへどう入っちまうかわからない。本当にね。小野は新橋まで迎えに来るだろう。いらっしゃるでしょ、ともきっと。あの女は博覧会でも見に行くんだろうか。それとも嫁に行くのかな。嫁か。うん。そんなに嫁に行きたいもんかな。聞いてやろうか。君の妹なんかどうだ。やっぱり行きたいようかね。行っとこうか。あれはからねんねだね。しかし兄思いだよ。これを縫ってくれたのもいとこうだ。そのちゃんちゃんは手製か。うん。母は信濃に行ってる友人からもらったんだが、表はいとこがつけてる。ないもんだ。小糸さんはうちの藤尾なんかと違って実用的にできてるからいい。あいつはあれでも裁縫だけは上手なんだ。どうだ、行きつきでもこしらえてもらってやろうか。そうだな。いらないかい。うん、いらんこともないが。どうする気なんでしょう、兄さんは。
どうする気か、あの人の了見ばかりは母さんにもわからないね。京都から帰ってきてからも同じことね。同じことさ、生涯あれなんだよ。うちを継ぐのがそんなに嫌なんでしょうか。口だけさ。あんなこと言って私たちに当てつけてるつもりなんだよ。本当に財産も何もいらないなら自分で何かしたらいいじゃないか。毎日グズグズして、卒業してからもう2年にもなるのに、いくら哲学だって自分一人ぐらいなんとかならないはずはないよ。煮え切らないってありゃしない。遠回しに言うことはちっとも通じないようね。通じていても白を切ってるんだよ。お前も今年で死じゃないか。24になって片付かないものがめったにあるものかね。お嫁にやろうと相談すればおよしなさい、お母さんの世話は不自由にさせたいからと言うし、そんなら独立するだけの仕事でもするかと思えば、毎日部屋の中に閉じこもっているしさ。そしてお他人にはね、財産を不自由にやって自分は流浪するつもりだなんて言うんだよ。生地お腹を痛めた子でないだけに、さもこっちが騙して追い出しにでもかかってるようでみっともないじゃないか。どこ行ってそんなこと言うんでしょう。宗近のお父さんのところ行った時そう言ったとさ。よっぽど男らしくないたちね。本当にあの人がどうかしてくれないうちはお前の方をどうすることもできやしない。暗いこと、陰気だね。窓を開けましょうか。母さんはどうでも構わないが、ただお前が鬱陶しいだろうと思って。どうだい具合は。ええ、ありがとう。少しはいい方かい。ええ、まあ体を丈夫にしてくれないとお母さんも心配だからね。でも京都行ってから少しはいいようだね。そうかも。そうかもしれないって人ごとのように。なんだか顔色が丈夫丈夫してきたじゃないか。日に焼けたせいかね。そうかもしれない。少しは日本間の方へ話にでも来てごらん。あっちはカラッとして書斎より気持ちがいいから。女は相手に世間話をするのも気が変わって面白いもんだよ。ありがとう。せっかくだけども、僕出かけます。おや、お出かけ？ええ、宗近行ってきます。京都から帰ったっきりですから。そうかい。どうせ私たちには相手になるほどの話はできないけど。思い出したんだけどね。何お母さん。お父さんの時計まだお前の部屋にある？ええ、ちゃんとしまってありますわ。この時計のことだけどね、お前宗近行く気があるかい？宗近って宗近のはじめさん？ああ。嫌ですわ。嫌かい？嫌かって、あんな趣味のない人なら。いっそここではっきり断ろう。断るって何か約束でもあるんですか？約束？約束はありませんけれど、お父さんが生きてらした自分、この金時計ははじめさんにやるといいのだよ。それがどうしたの？お前が時計をおもちゃにして赤い玉ばかりいじっていたもんだから。それで？それでね、この時計と不二夫とは縁の深い時計だ。卒業したらこれをお前にやろう。しかし不二夫が欲しがってついていくかもしれないが、それでもいいかって冗談半分にみんなの前でおっしゃった。そういう話があるんだよ。それを未だに信じてるんですか？
宗近のお父っつぁんの口裏ではどうもそうらしい。バカらしい。バカらしいのさ。あれで当人立派に偉い気なんだよ。学問も何もできないくせに大きなことばかり言って、よっぽどひょうきんもんだね。外交官の試験に落第したってちっとも恥ずかしがらないんですよ。普通のものならもう少し奮発するわけだわ。金吾さん、どうぞ。あ、ありがとう。どうです、ちょっと僕の方にもお出かけください。何やかえと忙しいもんですから、ついご無沙汰ばかりして。お、博覧会はいらっしゃいましたか。いいえ、まだ。兄さん、いい加減になさいよ。そんなにお行儀悪いから外交官の試験に落第すんのよ。去年は落第だが、今年の結果はまだわからんでしょう。ええ、ですけど、また落第しそうですね。そうさな、あの試験はことによるとお前と同意見かもしれない。困ったもんだ。俺も君のように哲学をやればよかったよ。苦労して、おまけに君の親父みたいに大学で死ぬんじゃ。あ、時におじさんの遺物はついたか。うん、もうつく自分だね。公使館の方から持ってきてくれるはずだ。うん、何もないだろう。書物は少しあるかな。例の時計はどうしたの。ああ、ロンドンで買ったご自慢の時計か。ああ、子供の自分から不条があれを持つとなかなか話さなかったもんだ。鎖についてるガーネットが気に入ってね。おじさんの形見にあれを僕へくれ。ことによると今頃は不条が取って持ってるかもしれんが、しかし不条とあの時計とは到底離れないぞ。何かまあ、それでももらおう。僕もそう思ってた。しかしお糸さんなんかと違って藤尾は自分の行きたいところじゃないと行きっこないかもしれないが、うん、全く西洋流だね。もっともこれからの女はみんなそうなるんだから。それもよかろう。君今日まっすぐ家に帰るか。うん、お天気もいいし街を歩いてみようか。うん、どうだい、散歩せんか。僕も少し用があるから一緒に出ようか。うん。おい、藤尾さんの英語どうだ、勉強続けてるか。うん、小野が相変わらずやってくる。小野のやつ来いっていうのに何のかと言ってとうとう京都やってこなかったな。春休みに勉強しようと思ってんだろ。春休みに勉強はできるかい。あ、まったくだ。あんなふうじゃいつだって勉強はできやしない。一体文学者は軽くていかん。おいおい、少し耳が痛い。こっちもあんまり重い方じゃないからな。小野さんいるか。おお、ええ天気だよ。およ、どっか出かけるのか。うん、少し貸してくれんかの。今度国へ帰ってだいぶ銭がいって困っとるところじゃ。どのぐらいいるのかね。30円でも20円でもいい。そんなにあるもんか。じゃあ10円でもいい、5円でもいい。うん、10円ぐらいならできないことないが。月末にはきっと返す。京都以来の親友じゃ。それでよかろう。一本どうかね。いや、ありがとう。大変立派なものを持っとるの。うん、もらいもんだ。君は主従こんな上等をするとんのか。よほど余裕があると見えるの。いよいよ結婚はするし幸福じゃの。結婚？なぜ？なぜって井上のお嬢さんは東京へ出てきたんだろ。うん、来ることは来たんだがね、それにはだんだん深い事情もあってね。どんな事情が。それは追って話すよ。僕も井上先生には大変世話になったし、できることなら何でも先生のためにはしたいと思ってるんだがね。結婚なんてそう思うように急にできるもんじゃないよ。約束があるんだろ。それは先生が出てきたらゆっくり話そうと思っていたんだが、向こうでそう独り決めに決めてられても困るからね。先生も随分昔かたいだからの。なかなか自分で決めたことは動かさない、一徹なんだ。学校を辞めてからだいぶになる。近頃は暮らしの方もあまり良くないんだろう。さあ、どうかな。
困ることもあるまい。尋ねる暇はないからいかんが、先生におったらよろしく言ってくれ。ついでにお嬢さんにもな。忙しいでしょう。まだ荷物などもそのままにしてあります。お手伝いに出るつもりでしたが、昨日も一昨日も会があったもんで。いえ、結構です。もっとどうかしたうちではないとお気に入る前と思ってほぼ訪ねたんですが、あいにく格好のはなくてね。いえ、おかげでこんないい家が手に入りまして、父も喜んでおります。あなたはあの自分と少しも変わってらっしゃいませんね。そうでしょうか。私はだいぶ変わりましたろ。見違えるように立派におなりですわ。いや、恐れ入ります。これからもどしどし変わるつもりです。じゃあ、また来ましょう。もう父も帰る自分ですけど。いえ、また来ます。お帰りになったらどうぞよろしく。はあ。お糸さんが嫁に行ったら、おじさん困るな。ああ、困ったって仕方ない。どうせいつか困るんだから。あ、それよか君、女房はもらわないのか。僕か。うん。だって、食わすことはできないもん。だからおっかさんが言う通り、君が家を継いで。そりゃダメだ。母が何て言ったって僕は嫌なんだ。妙だね。どうも君ははっきりしないもんだから、藤尾さんも嫁に行かれないんだろう。行かれないんじゃない、行かないんだ。お母さんはね、不自由にうちも財産もやりたいんだよ。だから僕がやろうというのにそれを疑って信用しないんだ。僕がうちにいるのを面白く思ってないもんだから、僕がうちを出るというと面当てのためだとかなんとか悪く考えるんだ。お母さんは小野を養子にしたいんだよ。僕が不承知を言うだろうと思って僕を京都へやって、その留守に小野と不条の関係を深めようなどとするんだ。そして僕にも他人にも病気を治すためにやったんだという、そういう策略がいけないんだ。そういうところを考え直してくれれば別にうちを出る必要もない。いつまでも世話してもいいんだよ。だけどお母さんにはそれができまい。よっ。よう、しばらくだな。いらっしゃい。うん、釜揚げうどんくれ。へえ、こいつ相変わらず釜揚げうどんを夏でも食ってるんだから。いや、もうなやつだ。広田先生でも夏やっとるの。そら大方が意外にいいんだろう。あ、釜揚げうどん食ったら一つ三人で小野の下宿を襲ってみるか。いや、小野は売らんぞ。今俺と一緒に下宿を出たんだからの。あいつもいろいろ忙しいらしい。幸せなやつじゃ。俺もこう遊んどっちゃどうもならんが、君、ちょっと金儲けの口はないかな。さあ、これの方にはないね。君の方はどうかな、河野君。いやー、ないね。君の方にこそたくさんあるだろう。いやー、近頃はほうか、つまらん。そっちと同じこっちゃ。やっぱり銀時計でないと通行はさせんらしいの。今帰ったよ。お帰りなさい。ほい。何を買ってらしたの？座布団だ。3枚だが、当分それで間に合うだろ。おくたびれなすったでしょ？ひどいよ、ほこりだよ。風もないのに？うん、地面が乾いてるからね。東京は嫌なところだ。でも、あんなに東京引っ越してきたいって、毎日のようにおっしゃってたじゃありませんか。言うことは言ったがな。さあ、どうだ。聞いてごらん。お父さんも敷きなさいよ。うん、わしも敷くからな。お前も敷いてごらん。え、だろ。うん、これもなかなかいいじゃないか。少し綿が硬いよね。うん、
またはどうせ寝屋根だからな。東京へ来てからまだ琴を出さない。琴を聞くと京都を思い出す。京都は静かでいいな。なあ、お父さんのような時代遅れの人間にはどうも東京のような激しいところは向かい、小野田の小前田ののような若い人の住もうところだな。じゃあ、京都へ帰りましょうか。本当に帰るかい。本当に帰ってもようござんすわ。なぜだ。なぜでも。だってお前、来たばかりじゃない。来たばかりでも構いませんわ。構わん。はっはっは。やだよ。さっき、小野さんがいらっしゃってよ。小野が？それ何か何も言わなかったか。いいえ、別に。何も言わない？待っときゃいいな。日本からまた来るってお帰りになりましたわ。いや、別に用があって来たわけじゃないんだな。そうか。小野さんはお帰りなさいましたわね。変わった。大変立派になったな。新橋で会ったときはまるで見違えるほどだ。昔の通りでちっとも変わってないそうです。小野さんがそう言ったわ。でも。でも語らないわ。くだらんことは気にしちゃいかん。いや、誰でも学問に来るとああなるもんだよ。俺も近々博士論文を出すんで忙しいから、一日通話してもらってな。3人でゆっくり博覧会でも見に行こうじゃない。そこでクレオパトラがどうしました？オクテビアのことを根掘り葉掘り使いの者に尋ねるんです。その尋ね方が性格を活動させているから面白い。全体尋ねる人の年はいくつなんです？クレオパトラは30ばかりでしょう。それじゃあ私に似たおばあさんね。年を取ると嫉妬が増してくるものでしょうか。そうですね、やはり人によるでしょう。夕姫が蛇になったのはいくつでしょう？大方18区でしょう。安心は25ぐらいがよくはないでしょうか。小野さんはおいくつでしたかしら？確か河野君と同い年でした。でもあなたの方がよっぽど若く見えますわ。そんなに見えますか？まるで坊ちゃんのようよ。かわいそうに。かわいらしいんですよ。ちょうど安心のようなの。安心はひどい。安心は嫌なの？だって私はアンチのように逃げはしません。私は清姫のように追っかけますよ。でもジャイナルには少し年が老けすぎてますかしら。ちょっと仲良しになってはいかがでございます。今お茶を入れさせておりますから。いや、どうぞお構いなく。さあどうぞお楽に。本当にだだばかり申しまして、わがままものでございますから。でも英語は大変好きな模様で、それに近頃ではあなたのおかげでだいぶ難しいものが読めるそうで、自分だけはなかなか得意なんでございますよ。兄がいることですから教えてもらえばよろしいんでございますが、どうもそのやはり兄弟はよくないものと見えまして。お母さん。どう？なるほど、よく似合いますね。一体どうしたんです？あげましょうか。
じゃあまあよしときましょう。いとこ、誰かお客かい？河野さんのお母さんがおいでよ。しきりに密談してるね。ことによると藤尾さんのことかもしれなくてよ。そうか、それじゃ聞きに行こうか。あら、およしなさいよ。今下行くとせっかくの話やめてしまってよ。どうも剣論だね。じゃあこっちも息を殺して転んでるか。自分の家でそう遠慮しちゃ有害だ。息を殺さなくたっていいわよ。じゃあ息を生かして寝転ぼうか。どうしてあんなに聞き分けがないんでございましょう。何か言い出すと、お母さん、私はこんな体でうちの面倒は見られないから藤尾に婿をもらって世話させてください、財産なんかいらない、まあこうでございます。私が本当の親ならそれじゃあ勝手に押しということもできますが、金吾だけはご存知の通り私のお腹を痛めた子でないだけに、そんな不義なことは世間に対してもできかねますし、本当に途方に暮れます。お前今日は大変立派なもの塗ってるんだね。なんだいそりゃ。伊勢崎でしょ。バカにピカピカするね。兄さんのかい？ううん、お父さんの。お父さんのばかりちっとも僕が塗ってくれないね。狐の袖なし以来お見限りだね。そう、兄さんが嫌いじゃ世話の芝居がない。世話もしないくせに。実はね、袖なしのお礼に近日花見へ連れて行こうと思ってたんだ。お花も散ってしまったじゃありませんか。でなければ博覧会へ行って台湾館でお茶を飲んでイルミネーションを見て帰る。どっち？私台湾館見たいわ。これ塗ってしまったら行きましょうね。河野や藤尾さんを誘ってもいいね。こんな親切な兄さんは日本中にたくさんはないぞ。どうだ兄さん。ん？なんだ、仕事はもうやめか。なんだかぼんやりした顔してるね。兄さん。ん？藤尾さんはダメよ。ダメだ？どうして？だってうちへ来る気ないんですもの。お前聞いてきたのか？まさか、そんなことぶしつけに聞かれるもんですか。聞かなくてもわかるのか。まるで一子だね。藤尾さんはね、学問がよくできて信用のある人が好きなのよ。兄さんは学問ができなくて信用はないのか？うん、そういうわけじゃないけど、まあ例えて言うと小野さんという方があるでしょ。優等で銀時計いただいて博士論文書いてらっしゃるんですってね。藤尾さんはああいう人が好きなのよ。いとこ、兄さんは銀時計はいただけず博士論文は書けず落第はする。だが前はそう、とにかく兄さんは兄さんだと思わないか。それは思うわ。小野さんとどっちがいい？そりゃ兄さんの方がいいわ。河野さんとは？知らないわ。
そうだ、驚いたか。兄さんは僕が三年目だから驚かない。驚くうちは楽しみがあるもんだ。女は楽しみが多くて幸せだね。あれが外国館なの？ああ、そうだ。ここから見るのは一番綺麗だ。左の高い屋根が三菱館。あの格好がいい。なんと形容するかな。台湾館はどれ？あの一番前に出てるのがそうだ。あれが一番よくできてる。なあ、河野さん。うん、夜見るとね。いとこ、竜宮のようだろ。本当に竜宮ね。藤尾さんはどう思う？俗じゃありませんか。何が？建物がですか？あなたの形容がですよ。竜宮は俗だというご意見だ。河野さん、俗でも竜宮じゃないか。形容は俗になるのが通例だ。当たると俗なら、当たらなければ何になるか。気になるでしょ。だから詩は実際に外れる。危なかったな。もう少しで紛れるとこだって。京都じゃこんなことないな、最後。ええ。あの橋を渡るときはどうしようかと思いましたわ。うん、早く家帰りたくなったよ。どうも恐ろしい人だ。さすが東京だな。こんなじゃなかろうと思ってたよ。どうだ、女連れは疲れたの？うん、女連れはとにかく疲れた。君よりいとこの方が丈夫だぜ。いとこ、どうだい、まだ歩けるかい？まだ歩けるわ。そりゃ偉い。じゃあお茶よしにすればよかった。でも金吾さんが休みたいとおっしゃったじゃありませんか。なかなかうまいこと言う。はい、河野さん、いとこは君のために休んでやるんだとさ。ありがたい。しかしどうせ女にはかなわない。おい、気がついたかい。うん、藤尾さん、小野が来てるよ。後ろ見てごらん。お連れがあるのね。どうだ、美人だろ、いとこ。美しい方ね。ええ。見たかい、河野さん。驚いたね。うん。人妙だね。だから僕は言ったろ、記者になる。忘れたかい？あら、二人して何言ってらっしゃるの？うん、なんでもない。いや、王国の歌手が来た。なんだい、王国の歌手って。うちの親父が言うの。女性が西洋菓子を食うようになっちゃ、日本ももうしまいだって。親父は西洋菓子は嫌いなんだな。羊羹か味噌まんか、そんなものばかり緊張したな。藤尾さんのようなハイカラのそばへ持ってったら軽蔑されてしまう。お父さんの悪口おっしゃらなくていいの？兄さんだってもう女性じゃないんですもん。西洋菓子食べたって大丈夫よ。そうか、じゃあ一つやるか。しかし藤井さんのような人もこれからの日本にはだんだん少なくなるだろうな。欲しいもんだな。おい、藤井は食わないのか？私はたくさん。どこ？女は驚くうちは楽しみがあるって、あれ本当？
昨夜は面白かったかい？ええ。そりゃよかった。驚くうちは楽しみがあるんでしょ？そうさ。兄さんのように学者になると、驚きたくとも驚けないから、楽しみがないでしょ。楽しみはそうないさ。その代わり安心だ。なぜ？楽しみのないものは自殺する気遣いもない。お前のように楽しみの多いものは危ないよ。九条。何ですか？あの金時計を宗近にやる約束したよ。宗近さんにあげるときには私からあげます。お前から？私から誰かにあげます。そうか。どうだい金吾の様子は？やっぱり相変わらずですわ。何でも奥歯に物の挟まったような皮肉ばかり言うんだからね。あれが哲学なんでしょ？哲学だかなんだか私のような無学なもんにはわからないけど、本当にあれにも困りもんだよ。どこへ？僕か。僕はどこ行くかわからない。僕はこの杖を引っ張り回すように何かが僕を引っ張り回すだけだ。だいぶ哲学的だね。それより君ゆうべ博覧会行ったろ？ゆうべ？僕も行った。おう、一人で行かない？いや、誘われたから行った。じゃあ失敬。おう、藤尾さんもゆうべ一緒に行ったのかい？おう、藤尾も一緒に行った。ことによると今日は下読みができてないかもしれない。前行きたまえ。そうか。じゃあ。いや、さっき何か言ったかい？ええ、時計のこと。返せって言うのかい？はじめさんにやろうとやる前が余計なお世話じゃないか。今どこかへ出かけたんでしょ？さあどこだか。きっと宗近行ったんですよ。そうかもしれないね。あ、どうもご無沙汰いたしました。いらっしゃいました。だいぶおあったかになりました。さあどうぞいらして。昨夜博覧会をおいでに。ええ、行きました。今そこで河野さんに会ったら河野さんも一緒だったそうですね。兄も一緒でした。他にお連れがありましたか？兄の他にですか？ええ。兄に聞いてごらんになればいいのに。早く上がろうと思って急いだもんですから。それほどなのにどうして四五日もいらっしゃらなかったの？ちょっと忙しかったもんですから。昼間もそんなに忙しいんですか？昼間って？昼間もイルミネーションがありますかっていうのよ。実は一週間前に京都の元の先生が出てきたもんですから。そう、知っても知らなかったわ。それじゃあお忙しいわけね。京都にいた時大変世話になったもんだから。だからいいじゃありませんか。大事にしてあげたら。私はね、ゆうべ兄やはじめさんとイルミネーションを見に行ったのよ。そうですか。綺麗でしたろ？女の人も綺麗でしたわ。台湾館を知ってらっしゃるでしょ？ええ、知っています。大変おいしいお茶ですわ。まだお入りにならないなら今度京都の先生をご案内なさいよ。私もまたはじめさんに連れてってもらうつもりですから。おいで。今ちょっと。留守ですか？おじさんは？父は歌いの会で朝から出かけてますの。そう。さあどうぞお上がりになって。
兄ももう帰りましょう。ありがとう。どうぞ。いや、ありがとう。さあどうぞ。どこ行ったんです？散歩でしょ。お、私も散歩だ。だいぶ疲れてしまって。じゃあちょっと上がりになって休んでらっしゃい。もう戻る自分ですから。夕べはどうでした？疲れましたろ？いいえ。ほう、私より丈夫だな。でも行き帰りとも電車なんですもん。電車は疲れるもんですがね。小野さんが美しい方を連れてらしたでしょ。若い人が一緒のようでしたね。あの方をご存知でしょ。いいえ、知らない。あら、だって兄がそう言いましたわ。ああ、それは顔を知ってるという意味でしょ。話をしたことは一度もありません。そう。あなたは気楽でいい。そうでしょうか。それでいい。いつまでもそれでなくちゃダメだ。だってこれが生まれつきなんですもの。いつまでたっても変わりようがないわ。どうかして藤尾さんのようになりたいと思うんですけど。こんなバカなものだから。藤尾がそんなに羨ましいんですか。ええ、本当に羨ましいわ。藤尾のような女は今の世にありすぎて困るんですよ。気をつけないと危ない。藤尾が一人出ると夕べのような女を五人殺します。あなたはそのままで結構だ。動くと変わります。動いてはいけない。動くと、恋をすると変わります。お嫁に行くと変わります。それで結構だ。お嫁に行くのはもったいない。先生、お頼みのもの買ってきました。ああ、そう。どれ。いや、どうもありがとう。ああ、暗くてよく見えないが、後でゆっくり拝見しよう。あ、私がつけましょう。ランプはどこにありますか。いや、それは気の毒だ。もう帰る。いや、出しますか。そう。いや、その戸棚の中に入る。もう掃除はできてる、これはなかなか立派だ。したんだな。まがいでしょう。いや、まがいもんでもなかなか立派だ。台は冗談。いや、それはいけない。いくら両方で4円と少しです。4円、時はものは高いな。いや、お預かるばかりの恩給で暮らすんなら京都の方がはるかでいい。私などはどこで死んでも構わんがな。後に残る作用がかわいそうだから、この年になってわざわざ東京までやってきた。だがお前がそばにいてくれて何よ。お役に立ちませんで。おい、引けよ。特に作用のことだがな、知っての通りあんな性質ではあるし、それに今の女学生のようなハイカラな教育もしてないから、到底お前の気にはいるまいがな。そんなことは決してあるはずがないですが。わしもいつどんなことがないとも限らない。その時が困る。かねての約束ではあるし、お前も約束を法にするようなそんな気迫な男じゃないんだから、佳代のことはわしがいなくなっても世話してくれるだろうな。それはもちろんです。なあ、お前の方にも都合はあるだろうが、しかし都合はいつまでたっても片付くもんじゃない。そうではありません。もう少しです。だってもう卒業して2年になるじゃない。論文を書き上げるまでというのか。ええ、まずそうです。
じゃあ結婚してからにしたらよかろう。結婚したからって論文を書けないという理由もあるまい。ですが責任が重くなりますから。いいじゃないか、今まで通り研究室に勤めさえいれば。当分の間我々は経済を君の世話にならんでもいいんだ。収入はいくらぐらいある？みんなで60円ほどですが、一人が余裕です。あ、馬鹿げてるな。一人で60円使うのはもったいない。家を持っても楽に暮らせる。お、もういいよ。それでいい、それで。あんまり出すと危ない。先生、はい、今の話ですね。もう2、3日待っていただけませんか。2、3日つまり夜を得たお返事をする前にいろいろ考えてもみたいですから。ああ、それはいいよ。3日が1週間だろうな。は、じゃあ今夜は失礼します。佳代のことを早く片付けてしまいたいからだと思ったよね。分かったろうな。いや、月夜だね。ええ、穏やかな晩です。そりゃ私だって自分の考えが決まった以上、兄さんがいくらなんて言ったって承知しやしませんけど。何も言える人じゃないよ。ただどうも表向きの相続人だから、あの人もうんと言わないとこっちが路頭に迷うようなことになるからね。おや、キセルはどうしたろう。くれるっていう財産だから催促したって構わないんだけど、ただ世間体が悪いからね。あの人だって学者だって言うけど、こっちからそうは切り出せないからね。だから話したらいいじゃありませんか。小野さんのことかい。それはどうせいつか話さなければならないんだから。宗近の方は大丈夫なんでしょうね。外交官の試験に及第しないうちは嫁どころじゃないやね。もし及第したらすぐ何か言うでしょ。だってあの男に及第ができますものかね。考えてごらん。もし及第なすったら藤をやりますって約束したって大丈夫だよ。今日は勉強だね。珍しい。なんだね、そりゃ。なんでもありません。なんでもない、本当はおかしい。大方恋愛小説だろう。女大学でも読んだらどうかね。恋愛小説なんかじゃないのよ。とかなんとか言って隠すところは。じゃあ、証拠を見せてあげましょうか。ああ、ほら。半じゃないか。なんだ。河野。恋愛小説じゃないでしょ。分かった。種を見せないうちは何とも言えないが、まあ勘弁してろ。時に言っとこう。兄さんはちゃんと試験に及第したぞ。あら、本当？まあ驚いた。兄が及第して驚くやつあるか、しっけえな。だってそんなら早くおっしゃればいいのに。これでも随分心配してあがってたのよ。いや、大いに緩急してる。緩急はしているが忘れちゃったんだから仕方はない。まあ、まあ忘れたことはそれとして。ここに先決問題は。どんな？先決問題でいいとこ。だからどんなって聞いてんのよ。他でもない。簡単に言うと、いとこが河野に行く。僕が藤尾をもらう。そのことだ。だけど、藤尾さんはおよしなさいよ。よう、兄さんはこの通り頭も買ったし、キンキン要項するつもりだ。外交官の妻はああいうハイカラな人でないと将来困る。でも藤尾さんが来たがってないんだから。この間もそんなこと言ってたね。ええ、嫌がるものをもらわなくてもいいじゃありませんか。うん、大いにもっともだ。嫌がるものを強いるなんて卑怯な兄さんじゃない。その点ははっきりしてくる。お前の方は河野行く気あるのか。
いとこ、嫌なのかい？じゃあ、一気だね。いとこ、どうしたんだよ。泣いちゃダメだよ。私、お嫁に行きません。冗談言っちゃいけない。今嫌じゃないと言ったじゃないか。金吾さんはお嫁さんをおもらいになりゃしませんもの。そりゃ聞いてみなけりゃ。だから兄さんがこれから聞きに行くんじゃないか。兄さん、うん、お嫁に行くと人間が悪くなるもんでしょうか。突然大問題を提出したね。なぜ。なぜでももし悪くなると愛想つかされるばかりですもん。だからこうしてお父さんや兄さんと一緒にいた方がいいと思うわ。そりゃお前と一緒にいたいことはいたいがね、いとこ、そこが問題だよ。お嫁に行ってますます良くなって、そうしてご亭主に可愛がられるようになればいいんだろう。え？とにかく実際問題が必要だ。さっきの話だがね、兄さんが受け合えばいいんだろ。だって何、兄さんが責任持って河野さんにうんと言わしてみせるよ。兄さんもこの通り頭をこしらえて近いうちに外国行かなきゃならない。そうすれば当分お前にも会えなくなる。日頃親切にしてもらうお礼に、あっ狐の袖なしのお礼に。いいだろ。え、じゃあ行ってくるよ。どうだろうね、もういっぺん考え直してくれるといいんだが。何をですか。お前のことをさ、不二雄も不二雄でどうにかしなければならないけど、お前の方を先に決めないとお母さんが困るからね。体が悪いといいだけど、お前ぐらいの体でお嫁さんを取る人はいくらでもありますよ。お母さん、うちは不二雄にやります。それじゃあお前、財産も不二雄にやります。私は何もいりません。財産って、母さんの腹の中には財産のことなんかまるでありゃしないんだよ。そりゃ割って見せたいくらいのもんだよ。そうは見えないかしら。見えます。じゃあどうあってもうちを継ぐ気はないんだね。うちは継いでます。法律上相続人ですから。じゃあうちは継いでも母さんの世話はしてくれないんだね。ですからうちも財産もみんな不浄にやるというんです。それほどまでに言うなら仕方がない。不浄いますか。呼びましょうか。いや構いません。何かよ、兄さん。うん。不二雄、このうちと私がお父さんから受け継いだ財産はみんなお前にやるよ。いつ。今日からやる。その代わりお母さんの世話はお前がしなきゃいけないよ。ありがとう。お前、無理近い聞きないか。ええ。ない。どうしても嫌か。嫌です。そうか。そんなに斧がいいか。あの時計は斧さんにあげました。斧にやった？時計を。兄さんは斧さんの性格を知っていらっしゃる？知っている。知ってるもんですか。小野さんは詩人です。高尚な人です。そうか。趣味を介した人で愛を理解した温厚な人ですわ。哲学者には分からない人格です。
兄さんにははじめさんがわかるでしょう。はじめさんを褒める人に小野さんの価値がわかるわけがありません。じゃあ小野にするさ。無論します。いい景色だね。うん、いい景色じゃ。しかし僕は田舎から帰って間がないから一向に珍しいのないが。うん、君はそうだろうね。こんなところへ連れ出してきたのは少し気の毒だったな。いや、かまん。どうせ遊んどるんじゃからの。少しお願いがあるんだが、聞いてくれるかい？うん、話してみ。実は井上先生のことだね。いよいよ結婚するか。いや、僕と井上のお嬢さんと結婚するなんてそんな固い約束はないんだよ。そうか、怪しいぞ。そう、頭から冷やかされちゃ話ができない。真面目になんでもいい。そうおとなしくちゃ損だぜ。もっと面の皮は厚くせんと。まあ少し待ってくれ、修行中だ。ちと稽古のためにどっかへ連れてってやろうか。何分よろしくなどと言って裏では盛んにやっとるかもしれんの。で、さっきの話だがね、この間先生から突然例の縁談を申し出されたんだが、他のことと違って生涯の幸福に関する大事件だから、いくら恩のある先生だってそうおいすると服従するわけにいかない。うん、それはいかんの。それも僕がお嬢さんに対してあるいはすまん環境でもこしらえたというような責任があれば、こちらから進んでどうでも型をつけるつもりだが、その点僕は潔白なんだからね。うん、潔白だ。君ほど交渉で潔白な人間はない。僕が保証する。それでね、今ちょうど論文を書いている最中でもあるし、そういう話を持ち込まれると余計困るんだ。博士論文をまだ書いてるの？偉いな。いや、偉くもない。何偉い、銀時計でなくちゃできん。でね、今言う通りの事情だから、せっかくの恋はありがたいが、一旦断りたいと思うんだ。しかし、僕の性質じゃ先生に会うととてもそんな気の強いことは言えそうもない。それで君に頼みたいってわけだが、どうだ、引き受けてくれるかい？わけはない。僕が先生におってよく話してやろう。その代わり僕もいつまでもこんなグズグズしてるつもりでもないから、先生のお世話は生涯する考えだ。君は関心な男だ。先生が聞いたらきっと喜ぶだろう。よく僕の意思が徹するように話してくれたまえ。誤解されると困るからね。よし、感情を害せんようにの。よう言うてやる。それからね、君もし河野や宗近に会ってもね、井上先生のことは話さないでくれたまえ。話しません。少し困ることがあるんだからぜひ。よし、話しません。陽光の話はそれだけだ。まずおめでとう。ありがとう。で、少々談判があるんだが。うちの母に会ったかい？いや、まだは。今日はこっちの玄関から上がったから日本場の方は通らない。そうか。おばさんに話してこようか。様子がいい。母に話すくらいならこの肖像に話してくれ。父は死んでる。しかし生きてる母よりも確かだよ。おじさんも気の毒なことしたな。談判というのは不条のことか？うん。宗近君、不条はダメだよ。さっき藤岡からはっきり聞いた。そうか。その時計もよせ。あ、よそう。藤岡は浅はかな跳ねっ返り者だ。物にやってしまえ。うん。
この通り頭もできた。頭ができたら浮上なんかいらないだろう。うん、僕もこのうちも財産もみんな浮上にやってしまった。やってしまった？うん。いつ？もう少しさっき。おばさん承知したか？承知しない。承知しないものを。それじゃあおばさんが母のうちを出てくれるなというのは出てくれという意味なんだ。財産を取れというのはよこせという意味なんだ。世話をしてもらいたいというのは世話になるのが嫌だという意味なんだ。だから僕は表向き母の意志に逆らって内実母の希望通りにしてやるのさ。見ていたまえ。僕が家を出た後僕が悪くて出たように言うから世間もそう信じるから。僕はこれだけの犠牲をあえてして母のために計ってやるんだ。君僕の家へ来ないか？君の家？嫌かい？嫌じゃないが行ったって仕方がない。河野さん頼むから来てくれ。僕や親父はとにかくいとこのために来てやってくれ。いとこさんのために？おばさんや藤尾さんが君を誤解しても君を見損なっていてもいとこだけは君の価値を知り抜いてる。いとこは金が一文もなくても堕落する気遣いのない女だ。河野さん家を出てもいい、山の中へ入ってもいい。頼むからいとこをもらってやってくれ。僕は責任を持っていとこに向き合ってきたんだ。君が聞いてくれないと妹に合わす感はない。いとこは誠のある女だ。正直だよ。君のためなら何でもする。どうかなすったんですか？いや、ちょいと風邪をひいてね。あ、そうですか。おい、さよ、軽音器あるか？ちょっと測ってみよう。先生、小野はダメですな。吉田君は A ですよ。小野は近頃非常にハイカラになりました。あんなところへ行くのはお嬢さんの損です。君は小野の悪口言いに来たのか？本当ですよ先生。余計なお世話だ。気迫な。おい、軽音器はまだか？何をグズグズしてんだ。何だってそんな余計なことを言うんだ。実は頼まれたんです。頼まれた？誰に？小野に頼まれたんです。小野に？ああいう男だから自分で先生のところへ来て断りきれないんです。うん、もっと詳しく話すがいい。どういう理由で断ろうって？理由はですな、博士にならなければならんから結婚なんかしておれんと言うんです。博士号の方が左翼より大事だと言うんだな。そうでもないでしょうが、博士になっておかんと将来非常に不利益ですからな。よし、分かった。それきりか？それに契約もないことだからと言うんです。契約とは法律上の意味だな。証文のやり取りのことだね。証文でもないですが、その代わり長い間お世話になったからそのお礼には物質的な補助をしたいというとおりです。月々金でもくれるというのか？そうです。君は債権があるかい？もらいたいが自分の口が大事ですから。債権がなければ参考のために聞いておくがいい。人の娘はおもちゃじゃないぞ。博士の称号と作用としっかりされてたまるか考えてもね。いかなる貧乏人の娘でも生き物だよ。井上古道は法律上の契約より特技上の契約を重んずる人間だと言ってくれ。月々金を貢いでくれと誰が頼んだ。小野を世話したのは泣きついてかわいそうだから恋づくりしたこと。なんだ、物質的補助をするなんて失礼だよ。さよ、ちょいと用があるか出ておいて。
ないのか。先生、そう怒っちゃ困ります。悪ければ小野に会ってまた話してみましょう。君は女の心を知らんからそんな使いに来たんだ。人情を知らんから平気でそんなことが言えるんだろう。5年以来夫だと思い込んでる人から特別の理由もなく急に断られて平気で嫁に行くような女があるか。あるかもしらんが、さよはそんな軽薄な女じゃない。そんな軽薄な女に育てたつもりじゃない。君はそう軽率に破談の取り次ぎをしてそれでいい気持ちなのか。じゃあ先生、小野にもう一遍話してみますから。僕は詳しい事情は知らんのですから。いや、話してくれなくてもいい。しかしお嬢さんがそういう考えだと。さよの考えぐらい小野に分かってるはずだ。小野にそう言ってくれ。井上小堂はいくら娘が可愛くても嫌だという人に頭を下げてもらってもらうようなそんな熾烈な男じゃない。さよ、いないか。そう返事をして差し支えないだろうな。先生、小野にもう一遍話してみましょう。話さんでもいい。とにかく。いや、娘なら娘じゃないよな。お父さん、京都へ帰りましょうか。本当に帰ろうかね。できたね。いや、どうも失敬です。どうだい。いや、小野さん、さっき浅井が来てね、そのことでわざわざやってきた。小野さん、敵が来たと思っちゃいけない。いえ、決して。僕は当てっこすりなど言って人の弱点に乗ずるような人間じゃない。いくら暇人だって君に軽蔑されようと思って車を飛ばしてくらいしない。とにかく浅井の言う通りなんだろ。浅井がどう言いました。小野さん、真面目だよ。いいかね、人間は年に一度ぐらい真面目にならなくちゃならない場合がある。上辺だけで生きてちゃ相手にする張り合いがない。相手にされてもつまらない。僕は君を相手にするつもりで来たんだ。いいかね。わかりました。分かったら言うがね、小野さん、君は何だか始終不安じゃないか。少しも怠然としたところはないようだ。そうかもしれないです。僕は君より平気でいられるのは学問のためでも勉強のためでも何でもない。時々真面目になるからだ。なるからというより、なれるからと言った方が適当だろう。真面目になれるほど自信力の生まれるものはないぜ。真面目になるというのはね、君、真剣勝負の意味だよ。人間全体が活動する意味だよ。口先が校舎に働いたり小手先が働いたりするのはいくら働いたって真面目じゃない。頭の中を遺憾なく世の中に叩きつけて初めて真面目になった気持ちになる。安心する。とにかく永年ご端正になられたものをそう思い切りよくお諦めなされるということも惜しい話で、ここはひとまず私どもへお任せください。いや、ご好意は片付けないです。しかし先方が断る以上、娘も参りたくはなかろうし、参ると申しても私もやれん始末なんで。いや、ごもっともごもっと。なあ、さよ、いかんでもいいな。ええ、私はやっぱりこのまま京都へ帰りますわ。
僕はこの通り勉強もしない、落第もする、ゴロゴロしてる。それでも君より平気だ。妹なんざ神経が鈍いからだと思ってる。なるほど、鈍いだろう。しかしそう無神経なら今日だってこうやって車で駆けつけやしない。そうだろう、大野さん。実はあなたのようになれたら結構だと始終考えているくらいです。そこへ行くと僕はつまらない人間に違いない。小野さん、そこに気がついてるかね。いるです。しかし性質が弱いんです。生まれつきだから仕方がない。君は僕より学問もよくできる、頭も僕よりいい。僕は君を尊敬してる。尊敬してるから救いに来た。救いに？こういう危ない時に生まれつきを叩き直しておかないと生涯不安でしまうよ。実を言うと僕の妹も昨日真面目になった。河野も昨日真面目になった。君もこの際一度真面目になれ。小野さん、僕の言うことは分からないかね。分かったです。真面目に。そこでと、あの浅井という男はまるで人間として通用しない男だから、いちいち真に受けちゃ大変だが、しかし真面目になるとならないとは大問題だ。契約がどうの、滑ったの、転んだの、嫁があっちゃ博士になれないの、まるで子供みたいなことはどうだって構わないんだろ。なおのさん。構いません。要するに真面目な処置はどうつけたらいいのかね。それが君のやるところだ。邪魔でなかった、相談に乗ろう。奔走してもいい。真面目な処置はできるだけ早く紗友子さんと結婚することです。井上先生にもすまんです。断ったのは僕が悪い。あなたに対してもすまんです。僕にすまん。そりゃまあいい、後で分かることだから。ですが浅井はもう断ってしまったんでしょうかね。そりゃ君が頼んだから断ったそうだ。しかし井上さんは君自身行けばいいだろう。じゃあ行きます。行ってすぐ謝ってきます。とにかくね、今僕の親父は井上さんとかやっといた。お父さんは？ああ、浅井の話によると何でも大変怒ってるそうだ。お嬢さんもひどく泣いてるというからね。僕がここへ来てる間に何か起こると困るから、とりあえずやっといた。いや、いろいろどうもご親切に。何、年寄りはどうせ遊んでるんだから、お役人さんたちは喜んで何でもしてくれる。ところで、みんな打ち上げてしまいますが、実は今日大森へ行く約束になってるんです。大森へ？誰と？その今の人です。藤尾さんとかね。3時に新橋のステーションで出会うはずになってるんですが。3時と、今いくじかしら。もう2時だね。しかし君はどうせ行く前。まあ窓から煙が出てるんだもの、びっくりするじゃないか。火事じゃありません、大丈夫です。おやおや、大変散らばって。みんないらないのかい？はみんないりません。何をするの？額を外します。ちょっとお待ち。何ですか？額を外してどうする気なんだい？お迎えに参りました。兄もすぐ参りますわ。兄が金吾さんを連れしろって申しましたから参りました。行きましょう。車で来たんですか？ええ。少しお待ちよ。いとこさんも待ってください。何が気に入らないで親の家を出るんだか知らないけど、まるで完全ない子供のように。子供になれば結構です。どうしてまあそんな無理を言うんだろうね。それもこれも私の不行き届きからだろうから、今さら泣いても仕方がないけど、私も亡くなったお父さんに。いえ、お父さんは大丈夫です。何も言いやしません。言いやしませんって、何もそう意地になって私をいじめなくても良さそうなもんじゃないか。どうしても出るならせめて藤尾に糸まごいだけでもやしておくれな。藤尾はいないでしょ？
だから待っておくれって言ってるんだよ。ずいぶんお待ちになりましたか。それほどでも。お嬢さん、私は今日大森へ行けなくなりました。まあ何をからかっていらっしゃるんです。冗談で言ってるんじゃありません。大森へ行ってはすまんことになったんです。約束を守らなければ説明がいります。約束を守ると大変なことになります。私を侮辱なさるおつもりですね。お嬢さん、私は今日まで全く軽薄な人間でした。あなたにすみません。京都の先生親子にも宗四角にもすみません。今日から改めます。どうか許してください。本気で言ってるんですね。本気です。本気ですからこれももうお返しします。どうぞ受け取ってください。これはもうあなたには不要なんですね。ようござん。お嬢さん、大森へ行ってはあなたのためにも私のためにも悪いんです。だから行かないんです。許してください。じゃあ降りそうだね。おばさんもここか。ちょうどいい。藤尾さんまだですか。藤尾はさっき出かけました。大森行く約束があるそうで。どうして大森どころか。あ、みんなかけませんか。立ってるとくさびれず。藤尾さんももうじき帰るでしょう。おう、降ってきたね。何、雨ぐらい構わんだろう。河野さん、誠にこんなところをあなた方にお見せするのはなんとお面目ありません。ねえおばさん、金吾さんは出たいんですから素直に出しておあげになったらいいでしょ。無理にお止めしても何もならないと思います。まああなたまでがそれじゃ。それは失礼ながらお若いからそういう臆測もない考えも出るんでしょうが、今出られちゃ出る当人より残ったものは困りますよ。なぜ。人の口がうるさいじゃありませんか。人が何て言ったって構わないでしょ。だってお互いに世間に顔出しができればこそこうやっていられるんじゃありませんか。自分より世間の義理は大切ですよ。でも出たいっておっしゃるんですもの。おかわいそうじゃありませんか。そこは義理ですよ。それが義理なの。つまんないのね。つまらなくありません。それがやっぱり金吾のためになるんです。金吾さんよりおばさんのためになるんじゃないの。世の中への義理ですよ。出たいものは世間が何て言ったって出たいんですもの。それがおばさんの迷惑になるはずはないわ。だってこんなに雨も降るのに。雨が降ってもおばさんは濡れないんだから構わないじゃありませんか。どうしたのみんな。まあこんなところへみんな集まって。お帰りなさい。はじめさん。何です。これをあなたにあげましょう。さあ。僕はもうすぐ外国へ行くんですよ。ええ、いいわ。あなたにあげます。小野にあったでしょうね。ええ、あったわ。
計が欲しいからあんな水凶ないたずらをしたんじゃない。人の思いをかけた女が欲しくてあんな真似をしたんじゃない。こうして壊してしまえば僕の精神もみんなに分かったろう。これも第一の活動の一部だな、河野さん。うん、そうだ。おばさん、とんだことになりました。おじさんももうすぐ来ます。泣いたって仕方がない。お諦めなさい。本当に藤尾さんらしい死に方だわ。ロンドンへ行くのはいいが、どうも僕たちは向こうへ行くと堕落するだろうと思ってね。なぜ？西洋へ行くと人間を二通りこしらえて持っていかないと不都合だからね。二通りとは？不作法な裏と綺麗な表と厄介だぜ。日本でもそうじゃないか。生存競争が激しくなるから、上辺を綺麗にしておかないと社会に進めなくなる。その代わり内部はますます不作法になる。運命の圧迫が激しいからやむを得ずだ。今に人間が進化すると神様の顔に豚の鼻をくっつけたようなやつばかりができて、それでどうやら落ち着きが取れるかもしれない。嫌だな。なんだな、裏と表と反対の方向に発達するわけになる。これからの人間は生きながら別だけの刑を受けるようなもんだ。苦しい。いくら苦しくても僕たちはそう無造作に死ぬわけにはいかん。
君のように計画ばかりして一向実行しない男と旅行しているとどこもかしこも見損なってしまう。それこそいい迷惑だ。君のようにそう無茶に飛び出されても相手は迷惑だ。第一、人を連れ出しておきながら、例えば叡山に登った時でもだ。どこから登って、どこを見て、どう降りるのかまるで見当がつかなかったじゃないか。なんの、京都の旅ぐらいに計画も何も言ったものか。進行しなければやり直すだろう。君のように余計なことを考えてる間に何遍でもやり直しができる。なるほど。君の外交官試験もそれでいくか。何遍の気でした？3遍か。バカを申せ。じゃあ2遍か。ちゃんと知ってるくせに。はばかりながら落第はこれでたった1遍だ。一度受けて1遍だから、これから先何遍やるかわからないとなると俺も少々心細い。時にどうだ、腹は減らんか。そうだな、食堂は空いてるかな。混み合うな。うん、整ってる。みんなは働く会見別に行くんだろう。おい、つまずくて危ないぞ。おまけといたしまして、今一点桃太郎を添えました。教育になって面白くよくわかるという絵本でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それだけではございません。大人のお土産といたしまして、皆様すでにご承知のこの度、東京は上野公園に開催されておりますところの東京官業博覧会の絵はがきをお添えいたします。いながらにして博覧会の見物ができるという、ぜひとも向こう三軒両隣、おじいさん、おばあさん、お孫さんにも持って帰っていただきたいのです。お早いがちでございます。ご入場の方はご活発にどうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうだね。まだ食べたくないの。うん。ご飯が少し冷えてますね。うん。お茶でも上がったら。うん。どうもよくあるね。これで何で会うかな。宿の前と嵐は。京都のステーションでは会わなかったかな。1遍、2遍、3遍と。何でも3遍ばかり会ったよ。小説ならこれが縁になって事件が発展するところだがね。これならまあ無事らしい。いや、このくらい会うんだからこれから先どう関係がつかないと限らない。お前が京都へ来たのはいくつの時だっけ。学校辞めてすぐですから、ちょうど16の春でしょ。うん、すると今年でなんだね、5年になる。早い。なんだな、ついこの間のように思ってた。来た時、嵐山へ連れてっていただいたでしょ。亡くなったお母さんと、それから小野さんも一緒に。なるほど。あの自分は小野を、まあ、お母さんの自分だった。そんなことわからんものはないな。小野も変わったろ。もう5年も会わんのだからな。でも、お丈夫だから結構ですよ。そうさ。京都行ってから大変丈夫になった。来たては随分青い顔をしていたね。とにかく卒業の成績も優等で、インド系は頂戴です。まあ結構だ。いや、人の世話はするもんだ。ああいう性質のいい男でも、そのまま放っておいたらそれっきりどこへどう入っちまうかわからない。本当にね。小野は新橋まで迎えに来るだろう。いらっしゃるでしょう、きっと。あの女は博覧会でも見に行くんだろうか。それとも嫁に行くのかな。嫁か。うん。そんなに嫁に行きたいもんかな。聞いてやろうか。君の妹なんかどうだ。やっぱり行きたいようかね。行っとこうか。あれはかなねんねだね。しかし兄思いだよ。これを縫ってくれたのもいとこうだ。そのちゃんちゃんは手製か。うん。川は信濃に行ってる友人からもらったんだが、表はいとこうがつけてる。ないもんだ。小糸さんはうちの藤尾なんかと違って実用的にできてるからいい。あいつはあれでも裁縫だけは上手なんだ。どうだ、いつ来てもこしらえてもらってやろうか。そうだな。いらないかい。うん、いらんこともないが。どうする気なんでしょう、兄さんは。
どうする気か、あの人の了見ばかりは母さんにもわからないね。京都から帰ってきてからも同じことね。同じことさ、生涯あれなんだよ。うちを継ぐのがそんなに嫌なんでしょうか。口だけさ。あんなこと言って私たちに当てつけてるつもりなんだよ。本当に財産も何もいらないなら自分で何かしたらいいじゃないか。毎日グズグズして、卒業してからもう2年にもなるのに、いくら哲学だって自分一人ぐらいなんとかならないはずはないよ。煮え切らないってありゃしない。遠回しに言うことはちっとも通じないようね。通じていてもしらを切ってるんだよ。お前も今年で死じゃないか。二次死になって片付かないものがめったにあるものかね。お嫁にやろうと相談すればおよしなさい、お母さんの世話は不自由にさせたいからというし、そんなら独立するだけの仕事でもするかと思えば、毎日部屋の中に閉じこもっているしさ。そしてお他人にはね、財産を不自由にやって自分は流浪するつもりだなんて言うんだよ。生地お腹を痛めた子でないだけに、さもこっちが邪魔して追い出しにでもかかってるようでみっともないじゃないか。どこ行ってそのこと言うんでしょう。宗近のお父さんのところ行った時そう言ったとさ。よっぽど男らしくないたちね。本当にあの人がどうかしてくれないうちはお前の方どうすることもできやしない。暗いこと、陰気だね。窓を開けましょうか。母さんはどうでも構わないが、ただお前が鬱陶しいだろうと思って。どうだい具合は。ええ、ありがとう。少しはいい方かい。ええ、まあ。体を常備してくれないとお母さんも心配だからね。でも京都行ってから少しはいいようだね。そうかも。そうかもしれないって人ごとのように。なんだか顔色が常備常備してきたじゃないか。日に焼けたせいかね。そうかもしれない。少しは日本間の方へ話にでも来てごらん。あっちはカラッとして書斎より気持ちがいいから。女は相手に世間話をするのも気が変わって面白いもんだよ。ありがとう。せっかくだけども、僕出かけます。おや、お出かけ？ええ、宗近行ってきます。京都から帰ったっきりですから。そうかい。どうせ私たちには相手になるほどの話はできないけど。思い出したんだけどね。何お母さん。お父さんの時計まだお前の部屋にある？ええ、ちゃんとしまってありますわ。この時計のことだけどね、お前宗近行く気があるかい？宗近って宗近のはじめさん？ああ。嫌ですわ。嫌かい？嫌かって、あんな趣味のない人。ならいっそここではっきり断ろう。断るって何か約束でもあるんですか？約束？約束はありません。けれどお父さんが生きてらした自分、この金時計ははじめさんにやるといいのだよ。それがどうしたの？お前が時計をおもちゃにして赤い玉ばかりいじっていたもんだから。それで？それでね、この時計と藤代とは縁の深い時計だ。卒業したらこれをお前にやろう。しかし藤代が欲しがってついていくかもしれないが、それでもいいかって冗談半分にみんなの前でおっしゃった。そういう話があるんだよ。それを未だに信じてるんですか？
宗近のお父さんの口裏ではどうもそうらしい。バカらしい。バカらしいのさ。あれで当人立派に偉い気なんだよ。学問も何もできないくせに大きなことばかり言って、よっぽどひょうきんもんだね。外交官の試験に落第したってちっとも恥ずかしがらないんですよ。普通のものならもう少し奮発するわけだわ。金吾さん、どうぞ。あ、ありがとう。どうです、ちょっと僕の方にもお出かけください。何やかやと忙しいもんですから、ついご無沙汰ばかりして。お、博覧会はいらっしゃいましたか。いいえ、まだ。兄さん、いい加減になさいよ。そんなにお行儀悪いから外交官の試験に落第するのよ。去年は落第だが、今年の結果はまだわからんでしょう。ええ、ですけど、また落第しそうですね。そうさな、あの試験はことによるとお前と同意見かもしれない。困ったもんだ。俺も君のように哲学をやればよかったよ。苦労して、おまけに君の親父みたいに外国で死ぬんじゃ。あ、時におじさんの遺物はついたかい。うん、もうつく自分だね。公使館の方から持ってきてくれるはずだ。うん。何もないだろう。書物は少しあるかな。例の時計はどうしたの。ああ、ロンドンで買ったご自慢の時計か。ああ。子供の自分から不条があれを持つとなかなか話さなかったもんだ。鎖についてるガーネットが気に入ってね。おじさんの形見にあれを僕へくれ。ことによると今頃は不条が取って持ってるかもしれんが、しかし不条とあの時計とは到底離れないぞ。何かまあ、それでももらおう。僕もそう思ってた。しかしお糸さんなんかと違って不条は自分の行きたいところじゃないと行きっこないかもしれないが、全く西洋流だね。もっともこれからの女はみんなそうなるんだから、それもよかろう。あ、君今日まっすぐ家に帰るか。うん。お天気もいいし、街を歩いてみようか。うん。どうだい、散歩せんか。僕も少し用があるから。一緒に出ようか。うん。おい、不条さんの英語どうだ。勉強続けてるか。うん。小野が相変わらずやってくる。小野のやつ来いっていうのに、何の勝手言ってとうとう京都やってこなかったな。春休みに勉強しようと思ってんだろう。春休みに勉強ができるかい。あ、まったくだ。あんなふうじゃいつだって勉強できやしない。一体文学者は軽くていかん。おいおい、少し耳が痛い。こっちもあんまり重い方じゃないからな。小野さんいるか。おう。ええ天気じゃの。およ、どっか出かけるのか。うん。少し貸してくれんかの。今度国へ帰ってだいぶ銭がいって困っとるところじゃ。どのくらいいるのかね。30円でも20円でもいい。そんなにあるもんか。じゃあ10円でもいい、5円でもいい。うん、10円ぐらいならできないことはないが。月末にはきっと返す。京都以来の親友じゃ。それでよかろう。一本どうかね。いや、ありがとう。大変立派なものを持っとるの。うん、もらいもんだ。君は主従こんな上等をするとんのか。よほど余裕があると見えるの。いよいよ結婚はするし、幸福じゃの。結婚？なぜ？なぜって、井上のお嬢さんは東京へ出てきたんだろ。うん、来ることは来たんだがね。それにはだんだん深い事情もあってね。どんな事情が？それは追って話すよ。僕も井上先生には大変世話になったし、できることなら何でも先生のためにはしたいと思ってるんだがね。結婚なんてそう思うように急にできるもんじゃないよ。約束があるんだろ。それは先生が出てきたらゆっくり話そうと思っていたんだが、向こうでそう独り決めに決めてられても困るからね。先生も随分昔かたいだからの。なかなか自分で決めたことは動かさない。一徹なんだ。学校辞めてからだいぶになる。近頃は暮らしの方もあまり良くないんだろう。さあ、どうかな。困
困ることもあるまい。尋ねる暇はないからいかんが、先生におったらよろしく言ってくれ。ついでにお嬢さんにもな。忙しいでしょう。まだ荷物などもそのままにしてあります。お手伝いに出るつもりでしたが、昨日も一昨日も会があったもんで。いえ、結構です。もっとどうかしたうちではないとお気に入る前と思ってほぼ訪ねたんですが、あいにく格好のはなくてね。いえ、おかげでこんないいうちが手に入りまして、父も喜んでおります。あなたはあの自分と少しも変わってらっしゃいませんね。そうでしょうか。私はだいぶ変わりましたろう。見違えるように立派におなりですわ。いや、恐れ入ります。これからもどしどし変わるつもりです。じゃあ、また来ましょう。もう父も帰る自分ですけど。いえ、また来ます。お帰りになったらどうぞよろしく。はあ、お糸さんが嫁に行ったらおじさん困るな。ああ、困ったって仕方がない。どうせいつか困るんだから。あ、それよか君、女房はもらわないのか。僕か。うん。だって、食わすことはできないもん。だからおっかさんが言う通り、君が家を継いで。そりゃダメだ。母が何て言ったって僕は嫌なんだ。妙だね。どうも君ははっきりしないもんだから、藤尾さんも嫁に行かれないんだろう。行かれないんじゃない、行かないんだ。お母さんはね、藤尾にうちも財産もやりたいんだよ。だから僕がやろうというのにそれを疑って信用しないんだ。僕がうちにいるのを面白く思ってないもんだから、僕がうちを出るというと面当てのためだとかなんとか悪く考えるんだ。お母さんは小野を養子にしたいんだよ。僕が不祥事を言うだろうと思って僕を京都へやって、その留守に小野と不祥の関係を深めようなどとするんだ。そして僕にも他人にも病気を治すためにやったんだという、そういう策略がいけないんだ。そういうところを考え直してくれれば別に家を出る必要もない。いつまでも世話してもいいんだよ。だけどお母さんにはそれができない。よっ。よう、しばらくだな。いらっしゃい。うん、釜揚げうどんくれ。へえ、こいつ相変わらず釜揚げうどんくん、夏でも食ってるんだから。いや、もうなやつだ。広田先生でも夏やっとるの。そら大方が胃が悪いんだろう。あ、釜揚げうどん食ったら一つ三人で小野の下宿を襲ってみるか。いや、小野はおらんぞ。今俺と一緒に下宿を出たんだからの。あいつもいろいろ忙しいらしい。幸せなやつじゃ。俺もこう遊んどっちゃどうもならんが、君、ちょっと金儲けの口はないかな。さあ、これの方にはないね。君の方はどうかな、河野君。いやー、ないね。君の方にこそたくさんあるだろう。いやー、近頃はほうか、つまらん。そっちと同じこっちゃ。やっぱり銀時計でないと通行はさせんらしいの。今帰ったよ。お帰りなさい。ほら。何を買ってらしたの？座布団だ。3枚だが、当分それで間に合うだろう。おくたびれなすったでしょ？ひどいよ、ほこりだよ。風もないのに？うん、地面が乾いてるからね。東京は嫌なところだ。でも、あんなに東京引っ越してきたいって、毎日のようにおっしゃってたじゃありませんか。言うことは言ったがな。さあ、どうだ。聞いてごらん。お父さんも弾きなさいよ。うん、わしも弾くからな。お前も弾いてごらん。え、だろ。うん、これもなかなかいいじゃないか。少し綿が硬いよね。うん、
綿はどうせ寝金だからな。東京に来てからまだ琴を出さない。琴を聞くと京都を思い出す。京都は静かでいいね。なあ、お父さんのような時代遅れの人間にはどうも東京のような激しいところは向かい、小野田の狛江田ののような若い人の住もうところだな。じゃあ京都へ帰りましょうか。本当に帰るかい。本当に帰ってもようござんすわ。なぜだ。なぜでも。だってお前来たばかりじゃない。来たばかりでも構いませんわ。構わん。いやだい。さっき小野さんがいらっしゃってよ。小野が。それ何か。何も言わなかったか。いいえ、別に。何も言わない。もっとやりな。向こうからまた来るってお帰りになりましたわ。いや別に用があって来たわけじゃないんだな。そうか。小野さんはお帰りなさいましたわね。変わった。大変立派になったな。新橋で会った時はまるで見違えるほどだ。昔の通りでちっとも変わってないそうです。小野さんがそう言ったわ。でもでも語らないの。くだらんことは気にしちゃいかん。いや誰でも学問に来るとああなるもんだよ。俺も近々博士論文を出すんで忙しいだろうから一日都合してもらってな。犯人でゆっくり博覧会でも見に行こうじゃない。そこでクレオパトラがどうしました。オクテビアのことを根掘り葉掘り使いの者に尋ねるんです。その尋ね方が性格を活動させているから面白い。全体尋ねる人の年はいくつなんです。クレオパトラは30ばかりでしょう。それじゃあ私に似たおばあさんね。年を取ると嫉妬が増してくるものでしょうか。そうですね、やはり人によるでしょう。夕姫が蛇になったのはいくつでしょう。大方は18区でしょう。アンチンは25ぐらいがよくはないでしょうか。小野さんはおいくつでしたかしら。確か河野君と同い年でした。でもあなたの方がよっぽど若く見えますわ。そんなに見えますか。まるで坊ちゃんのようよ。かわいそうに。かわいらしいんですよ。ちょうどアンチンのようなの。アンチンはひどい。アンチンは嫌なの。だって私はアンチのように逃げはしません。私は清姫のように追っかけますよ。でもジャイナルには少し年が老けすぎてますかしら。ちょっと中休みなすってはいかがでございます。今お茶を入れさせておりますから。どうぞお構いなく。さあどうぞお楽に。本当にだだばかり申しましてわがままものでございますから。でも英語は大変好きな模様で、それに近頃ではあなたのおかげでだいぶ難しいものが読めるそうで、自分だけはなかなか得意なんでございますよ。兄がいることですから教えてもらえばよろしいんでございますが、どうもそのやはり兄弟はよくないものと見えまして。お母さん、え、どう？なるほど、よく似合いますね。一体どうしたんです？あげましょうか。
じゃあまあよしときましょう。いとこ、誰かお客かい？河野さんのお母さんがおいでよ。しきりに密談してるね。ことによると藤尾さんのことかもしれなくてよ。そうか、それじゃ聞きに行こうか。あら、およしなさいよ。今下行くとせっかくの話やめてしまってよ。どうも剣のんだね。じゃあこっちも息を殺して転んでるか。自分の家でそう遠慮しちゃ有害だ。息を殺さなくたっていいわよ。じゃあ息を生かして寝ころっか。どうしてあんなに聞き分けがないんでございましょう。何か言い出すと、お母さん、私はこんな体でうちの面倒は見られないから、藤尾に婿をもらって世話をさせてください、財産なんかいらない、まあこうでございます。私が本当の親ならそれじゃあ勝手に押しということもできますが、金吾だけはご存知の通り、私のお腹を痛めた子でないだけに、そんな不義なことは世間に対してもできかねますし、本当に途方に暮れます。お前今日は大変立派なものを塗ってるんだね。なんだいそりゃ。伊勢崎でしょ。バカにピカピカするね。兄さんのかい？ううん、お父さんの。お父さんのばかりちっとも僕が塗ってくれないね。狐の袖なし以来お見かけだね。そう、兄さんが嫌いじゃ世話の芝居がない。世話もしないくせに。実はね、袖なしのお礼に近日花見へ連れて行こうと思ってたんだ。お花も散ってしまったじゃありませんか。でなければ博覧会へ行って台湾館でお茶を飲んでイルミネーションを見て帰る。どっち？私台湾館見たいわ。これ塗ってしまったら行きましょうね。河野や藤尾さんを誘ってもいいね。こんな親切な兄さんは日本中にたくさんはないぞ。どうだ兄さん。ん？なんだ、仕事はもうやめか。なんだかぼんやりした顔してるね兄さん。ん？藤尾さんはダメよ。ダメだ？どうして？だってうちへ来る気ないんですもの。お前聞いてきたのか。まさかそんなことぶしつけに聞かれるもんですか。聞かなくても分かるのか。まるで一子だね。藤尾さんはね、学問がよくできて信用のある人が好きなのよ。兄さんは学問ができなくて信用がないのか。うん、そういうわけじゃないけど、まあ例えて言うと小野さんという方があるでしょ。優等で銀時計いただいて博士論文書いてらっしゃるんですってね。藤尾さんはああいう人が好きなのよ。いとこ、兄さんは銀時計はいただけず、博士論文は書けず、落第はする。だが、まあそう。とにかく兄さんは兄さんだと思わないかい？それは思うわ。小野さんとどっちがいい？そりゃ兄さんの方がいいわ。河野さんとは？知らないわ。Thank you.
驚いたか。兄さんは僕が3年目だから驚かない。驚くうちは楽しみがあるもんだ。女は楽しみが多くて幸せだね。あれが外国館なの？ああそうだ。ここから見るのは一番綺麗だ。左の高い屋根が三菱館。あの格好がいい。なんと形容するかな。台湾館はどれ？あの一番前に出てるのがそうだ。あれが一番よくできてる。なあ河野さん。夜見るとね。いとこ、竜宮のようだろ。本当に竜宮ね。富士山はどう思う？そこじゃありませんか。何が？建物がですか？あなたの形容がですよ。竜宮は俗だというご意見だ。河野さん、俗でも竜宮じゃないか。慶応は俗になるのが通例だ。当たると俗なら、当たらなければ何になるか。気になるでしょ。だから、死は一切に外れる。もう少しで紛れるところだって。京都じゃこんなことないな、最後。ええ。あの橋を渡るときはどうしようかと思いましたわ。うん。早くうち帰りたくなったよ。どうも恐ろしい人だ。さすが東京だな。こんなじゃなかろうと思ってたよ。どうだ。女連れは疲れたの？うん。女連れはとにかく疲れた。君よりいとこの方が丈夫だぜ。いとこ。どうだい、まだ歩けるかい？まだ歩けるわ。そりゃ偉い。じゃあお茶はよしにすればよかった。でも金吾さんが休みたいとおっしゃったじゃありませんか。なかなかうまいこと言う。はい、河野さん、いとこは君のために休んでやるんだとさ。ありがたい。しかしどうせ女にはかなわない。おい、気がついたかい？藤尾さん、物が来てるよ。後ろ見てごらん。お連れがあるのね。どうだ、美人だろ、いとこ。美しい方ね。見たかい、河野さん、驚いたね。うん、人妙だね。だから僕は言ったろ、記者になった。忘れたかい？あら、二人して何言ってらっしゃるの？うん、なんでもない。いや、王国の歌詞が来た。なんだい、王国の歌詞って。うちの親父が言うの、女性が西洋菓子を食うようになっちゃ日本ももうしまいだって。親父は西洋菓子は嫌いなんだな。羊羹か味噌まつかで、そんなものばかり緊張した。不条さんのようなハイカラの蕎麦へ持ってったら軽蔑されてしまう。お父さんの悪口をおっしゃらなくていいの？兄さんだってもう女性じゃないんですもん。西洋菓子食べたって大丈夫よ。そうか。じゃあ一つやるか。しかし、不条さんのような人もこれからの日本にはだんだん少なくなるだろうな。欲しいもんだな。おい、不条は食わないのか？私はたくさん。ちょっとね、ゆっくりコーヒーですね。心配だな。どこ？女は驚くうちは楽しみがあるって、あれ本当？
昨夜は面白かったか。ええ。それはよかった。驚くうちは楽しみがあるんでしょ。そうさ。兄さんのように学者になると驚きたくても驚けないから楽しみがないでしょ。楽しみはそうないさ。その代わり安心だ。なぜ。楽しみのないものは自殺する気遣いもない。お前のように楽しみの多いものは危ないよ。九条。何ですか。あの金時計を宗近にやる約束したよ。宗近さんにあげるときに私からあげます。お前から。私から。私から誰かにあげます。そうか。どうだい、金吾の様子は。やっぱり相変わらず。